の会、足立康史候補凱旋者でございます。今日で選挙戦後半戦となりました。どうしても皆様方のお手で日本維新の会足立康史を勝たせてください。我が箕面市の市長倉田哲郎市長が会の中央に駆けつけてまいりました。早速でございますが、倉田哲郎箕面市長から応援の弁をいただきます。皆さんこんにちは、箕面市長の倉田哲郎です。今日は足立康史候補の応援に急遽駆けつけさせていただきました。今この国は国際的な脅威にさらされています。また未来に向けた岐路にも立っている社会保障の問題、教育の問題、国防の問題、国の課題は山積です。そういう中にあって僕は安倍政権よくやってると思います。だけど国会がひどすぎる、国会が論戦になってない、そんな中にあってぜひとも足立康史候補の論戦をしっかりと国会を正常化してほしい。そのためにぜひとも足立康史候補へのご支援をお願いしたいと思います。足立康史候補、民進党を罵倒して怒られたりしてました。でも僕も共産党を罵倒してよく周りから止められたりしています。これはあまりにも彼らが議会で発言をする内容が稚拙で幼稚でひどすぎるから。でそのことを感じている多くの有権者の方々の気持ちをしっかりと足立康史候補が代弁している、僕はそう感じています。先般もテレビで松井知事が共産党相手に言ってました。共産党ずるい、共産党は自衛隊を違憲だと言うけれども、だったら憲法を改正するか、それか憲法を改正せずに自衛隊をなくすかのどちらかしかないはずじゃないですか。共産党さんどうするんですか聞いたら、共産党は憲法は改正しない、自衛隊は違憲である、だけど自衛隊には守ってもらいたい、こんな無責任なことを言います。結局その後共産党しどろもどろになってましたけれどもね。でもこういうことを、こういう正論をしっかりと言えるのが今我が国においては維新という政党のみであると思いますし、その急先鋒が足立康史候補だと僕は確信をしています。ぜひともこの今の国政の難局にあって国会が正常な議論を、保守同士の二大政党制の中で正常な議論をしっかりと確立していくためにも足立康史候補しっかりと応援をいただきたいと思います。また維新はこの大阪において身を切る改革をしっかりと実現をしてきてくれました。身を切る改革は身を切ることばかりが目立ちがちですけれども、僕は重要なのは身を切った後で何をするかだと思っています。大阪においては維新が身を切った後で、例えば高校の私学の無償化であったり、またこの箕面の地においてはすぐここに駅ができますが、北大阪急行線の延伸を実現をしたのは大阪維新です。大阪維新の存在なくしてこの鉄道延伸はできませんでした。ぜひ足立康史候補にはこの大阪における維新の改革をしっかりと国に持っていっていただき、国でも身を切る改革を実現し、この国難をしっかりと打開していただきたい、そのことをしっかりと期待をしたいと思います。でもそのためにはこの選挙戦しっかりと勝ち抜いてもらわなければなりません。ぜひとも国民の有権者の声をしっかりと国政に届け、この国のことを考え、この国を良くしていく、そのためにも足立康史候補に清き一票をお願いをしたい。今日このキューズモールでは期日前投票所がすぐそこで開かれています。ぜひ皆さん方この話をお聞きになって、この後足立候補の話をお聞きになって、その足で期日前投票所へ行っていただきたいと思います。箕面市長倉田哲郎として是が非でも
足立康候補の必勝を期して、心からの激励のメッセージに変えさせていただきます。どうか足立康氏をよろしくお願い申し上げます。黒田哲郎箕面市長から応援の弁、温かい力強い応援の弁をいただきました。箕面市素晴らしいですね。期日前投票所市民活動センターにもありますが、箕面駅前平尾会館の期日前投票所、朝の6時半から空いてる。一番最初に投票したのが18歳の女子高生、すごいです。箕面市皆さんどうぞ投票に行ってください。それではお待たせをいたしました。日本維新の会大阪第9区公認、足立康候補です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました日本維新の会、ありがとうございます。衆議院議員候補の足立康でございます。いや本当に倉田市長ね、私霞が関でも一緒に仕事をしてました。当時は結構仲悪かったんですよね。いやいや倉田市長と私が仲悪かったんじゃないんですね。郵政省と通産省、総務省と経済産業省、もう伝統的に仲の悪い役所、特にね倉田市長の上司が悪かった。まあそれはいいんだけど、とにかくね喧嘩ばっかりしてました。そうしたね霞が関のライバルが、同志が一緒に戦った、一緒に仕事をしたこの倉田市長、こうして一緒にこの箕面の地でマイクを握らせていただける、私はねもうそれだけでも幸せですね。やっぱり政治っていうのはね、そういうダイナミックな動きがありますよ。ありがたいと思います。先ほど倉田市長がありがとうございます、倉田市長がね、また上島先生からご紹介があった期日前投票所、すごいね。実はこれはね、もともと国の制度が悪くてね、できなかったんです、こうやってたくさん作るのね。それから箇所数だけじゃありませんよ。時間が朝6時半から夜10時まで、平尾会館、箕面駅前、すごいですよ。朝6時半から夜10時半まで、最大、この政府が、国が定めた枠組みの中でね、最大の時間を取ってる。いや、もう天才ですね。これね、皆さん、国の制度に乗っかって、倉田市長がやったんじゃないんですよ。まず倉田市長がやっぱり投票率を上げなければダメだ、こういうことを箕面市から考えて、ほで倉田市長が、まあ昔の友達もいっぱいいますよね、総務省、昔の友達から先輩から後輩まで羽交い締めにしてね、それで制度を、法律を、政令を、法令を変えさせて、新しい枠組みを国が作ったんです。聞こえますか？聞こえます？皆さんね、倉田市長が国を動かして、そしてそれを最初に使ったのが倉田市長、すごいね。マッチポンプって言うんですけど、いやそんなもんね。これはね、マッチポンプにもいいマッチポンプがあるんです。素晴らしいと思いますよ。手前味噌ながら私もね、その制度の拡充、倉田市長から聞いてましたから、これやりたいんだってね、いろんな圧力をかけましたよ。やっぱりね、こうやって政治は地域から動いていくのが一番正しい動きなんですよ。だいたいね、霞が関永田町で考えたことなんてろくでもないのが多い。だいたい国会議員の頭の中はお金のこと、利権の拡大、それから遊ぶことしかありません、皆さん。だからね、本当倉田市長
そして手前味噌ながら我々維新の会、ここにおいでの上島和彦会議、松井知事と一緒にどれだけの仕事をしてきたか、本当に数えきれないほどの仕事をしてきた。働くのが政治家の仕事です。仕事をする、こういう政治家、私は上島和彦先生のことも心から敬意を、尊敬と敬意を、感謝を申し上げているところであります。先ほど倉田市長からお話のありました北大阪急行の延伸、これ本当にすごいね。まあこれはもう長くなりますので詳しいことはやめますが、先ほど倉田市長がおっしゃってくださったように、これは大阪維新の会がなければできなかった。大阪維新の会が、松井代表が、松井知事が、上島沖が、そして何よりも倉田市長が頑張って実現をした施策であります。まあ、ところがね、これをめぐって誰がやったとか俺がやったとかいう、そういうことをね懸命にアピールしている政党があります。大阪維新の会です、ごめんなさい、大阪自民党ですね。大阪自民党、我々はね、特に上島さんは自分で言いません。自分でなかなかね言わないんですね、言わない。だからね、倉田市長がいつも代わりに、上島さんの代わりにアピールをしてくださっている、これが現実であります。さて、私からはねあと1点だけ申し上げたいと思います。先ほど倉田市長が言ってくださったことと全く同じなんですけどね、やっぱり皆さん、国会はねこのままではダメになります。ダメになる。なぜダメになるかといえば、緊張感がないからです。もうね、新聞報道では自民党圧勝、自民党圧勝です。自民党が圧勝する中で、これからも国会はね、万年与党と万年野党が、万年与党と万年野党がね、慣れ合いの政治をするのが続きますよ。皆さん、私が5年前に2期5年を務めさせていただいた、5年前に初めて当選をさせていただいた、驚きましたよ。倉田さんも私も霞が関にいましたからね、永田町のことを分かっているつもり、分かっているつもりでいましたけど、いざ国会議員になってみたら驚いた。彼らはね、表では仕事をふりしてますが、ほとんどの国会議員遊んでますよ。倉田市長が言う総務省、私が経産省にいた頃は、大体私たちが付き合う政治家は仕事をしている政治家だけでもね、永田町に700人いる国会議員の中で仕事をしているのは30人だけですよ。あとの670人か680人、私はね何をしているのか知りませんでしたが、永田町に行ってみて驚いた。彼らは何もしてませんね。地元では平身抵当、市民の皆様、国民の皆様にありがとうございます、平身抵当お話をしながら、いざ新大阪で新幹線に乗った途端、伊丹関空で飛行機のデッキに、飛行機に乗った途端、彼らの顔つきは変わりますね。緊張感ゼロ。そして彼らはお金のこと、地位のこと、そして遊びのことね、いろいろありました。男と女の関係、私は知りませんけどね、そんなことをやってる国会議員ばっかりかと、国民の皆様は呆れ果てたことと思いますよ。でもね、皆さん、このままだとそういう政治が続きます。そういう慣れ合いの緩い万年与党と万年野党が慣れ合いで遊び、お遊びをする、ままごとをする、お芝居をする、猿芝居をする、そうした政治がこれからも続いていく、それだけが私は
心残りであります。まあ心残りっていうのはね、まあ、今情勢が悪いからでありまして、今このままいけば私は落選終了します。しかしね、今マスコミの調査で分かってきたことがあります。維新の会は当然ありがたいことに私を応援をしてくださってますが、無党派の皆さんの7割が私を応援してくださっている。これはね、大阪でも得意な状況です。維新の会は嫌いだという人が結構いるんですけど、足立区手前味噌ながらね、7割の方が無党派ですよ、無党派の7割の方が足立行けと言ってくださっている。するとね、私が自民党の候補に追いついて追い抜く最大の方法は投票率を上げることであります。皆さん、大変難しい、天気が悪い、台風がやってくる、大変厳しい中ですけどね、ぜひ投票率を上げてほしいんです。みんなで投票に行ってほしいんです。そうすれば再び足立康史小選挙区で通させていただいて、また辻元清美をやっつけることができます。皆さん、国会をこれまでよりも100倍面白い国会を作っていくことができる。でもね、投票率が低ければ足立康史は終了してしまいます。ぜひ皆さん、投票率を上げるように、お友達に、3名のお友達で結構です。携帯電話を開いていただいて、できればこの動画を見ていただいたそのすぐに、見ていただいたそのスマートフォン、見ていただいた、ありがとうございます、見ていただいたそのスマートフォン、すぐにこの動画を見終わったら、ビールを飲むのを少しだけやめていただいて、そして携帯電話で大阪9区、箕面市、池田市、茨城市、豊野町、能勢町、3市2町にお住まいの友達、あるいは大阪に住んでいるお友達に、その友達の友達が9区でも結構です。3件電話をしてから、足立入れたってくれと、このままでは足立が国会からいなくなる、報道特集もなかなか出られなくなります、そう言ってね、ぜひ3名の方にお電話をいただいて、またビールに戻っていただく、それだけお願いします。この動画を見ていただいた方、お願いします。大阪府でも結構です。できれば大阪9区、お電話を3件いただく、これをお願いをしておきたいと思います。どうやらね、私が辻元清美の悪口ばっかり言っているのを聞きつけた、今余裕で今回の選挙戦優勢を誇っている辻元清美、確実に小選挙区で通ってくるようですね。彼女がどうも高槻大阪10区の選挙はもう余裕だということが分かったので、大阪9区に入ってくるそうです。足立だけは許さない、足立は潰す、そういうことでね、あの辻元清美、高槻にいればいいのにね、この大阪9区に入ってくるそうです。私はね、右に自民党、左に辻元清美、もうね、あっちもこっちも大変ですが、すべてをなぎ倒してね、必ず新しい国会、新しい政治を作っていくことを、箕面の皆様、大阪9区の皆様に、そしてネットを見ていただいている支持者の皆様全員にお誓いを申し上げて、この場でのご挨拶とさせていただきます。聞きづらい声で申し訳ありません。頑張っていきます。ありがとうございます。そして上島和彦先生、そして倉田和ちゃん、哲郎、すいません、声がね、倉田哲郎市長にお礼を申し上げて、この場でのお訴えとさせていただきます。皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
皆様、足立康氏魂の叫びをお聞き届けいただけましたでしょうか。ご主人様、ずっとお立ちいただいてのご清聴ありがとうございます。また茅野の桜橋でも足立康氏のビラを読んでいただき、また YouTube で足立康氏の今の活躍ぶりご覧になっていただけます。そして何と言っても負けられないこの選挙、市民活動センターで手ぶらで投票ができます。期日前投票をご利用ください。投票用紙には足立康氏と鮮やかにお書きいただき、比例はもちろん日本維新の会、明日の午前10時阪急美濃駅、日本維新の会松井一郎代表も駆けつけてまいります。明日の朝10時阪急美濃駅前、松井一郎代表が足立康氏頑張れと応援に駆けつけてまいります。どうか皆様方のお力で足立康氏、足立康氏、三度国政壇上にお送りいただきますようよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。